電話で呼び戻せばいいじゃない、推理の仕切り直しだって。そういえば立花さん、直人さんから電話がかかってきた後、携帯の電源を切ってたっけ。なんですって、それじゃあ連絡の取りようが。まったく、こういう時に限って。あのどうしたんですか。え、カイさん、立花さんを見なかった？君を探しに行ったはずなんだけど。はい、立花さんにここに来るように言われて。ところで、至急話したいことというのは。立花さんに会ったんだね。で、立花さんは今どこにいるの。わかりません。みやびを探すって言ってましたけど。桃井くん、みやこさんは私が探すわ。桃井くんは甲斐さんに事情を説明しておいて。いや、僕が探すよ。説明は忍からしておいて。わかったわ。何があるかわからないから気をつけて。ありがとう。行っちゃったんだろうな、立花さん。忍、どうしたの。そっちはどう、見つかった。いや、どこに行っても見つからなかった。カイさんは。現状を説明してみんなのところに行くように言っておいたわ。それより、私大切なことを見落としていたの。大切なこと。あんなに何度も読んでいたのに気づかなかったなんて、どうかしてたわ。何のこと。あのリュックに入っていた手紙の分のことよ。あの手紙がどうかしたの。もう一度あの手紙に書かれていたことを思い出してみて。これって、もしかして。そう、これは1ヶ月前の事件に対して言ってるわけじゃないの。爆弾事件はこれから起きるのよ。それも、今日ここで。犯人はこれから起きる爆破事件の罪をその少年にかぶせようとしていたのよ。ここで爆弾事件が起きるって一体どういうこと。今事務所にいるんだけど、大和さんを問い詰めたらやっと白状したわ。今日ここに集まった本当の目的をね。本当の目的って、まさかウォーターアイランドに爆弾を仕掛けるため。そうよ、大和さんの話だと言い出したのも企画したのもリーダーの雅らしいわ。爆弾が仕掛けてある場所はもう分かってるわ。これから警察に話して解体してもらうから安心して。それじゃ、また連絡するわね。あ、ちょっと待って。
忍ぶ、まだ話は終わってないのに突然。めぐるくん。立花さん。さっきカイさんに会えたの。そっちに行くように言っておいたわ。ああ、ちゃんと会えたよ。それより私は観覧車に行ってくるわ。何かあったらまためぐるくんの携帯に報告するから。観覧車？なんでそんなところに。カイさんに雅を探すなら上から園内を見た方がいいって言われて。じゃあまた。ちょっと待ってよ立花さん、彼はもう。こんなんじゃ携帯持ってる意味がないよ立花さん。どうした？もう疲れたのか？あのからくり時計のお人形さんたち、どうして動かないの？え？だってちょうどの時間になったら出てくるんでしょ？本当だ、朝は動いていたのに。壊れちゃったのかもしれないね。きっとお人形さんたちも疲れて休んでるのよ。
な。はい、ちゃんと掴んでおかないとダメだよ。ありがとう、お兄ちゃん。すみません。はい、何でしょう。このからくり時計、いつから壊れているんですか。申し訳ありません。朝の9時に一度動いたきり動かなくなってしまいました。立花さん？違うわ、忍ぶよ。彼女まだ見つからないの？さっき電話がかかってきて、観覧車の方へ行くって連絡があったけど、それっきりで。観覧車？観覧車がどうかした？ごめんなさい、さっき肝心なことを言い忘れていたのよ。彼らが爆弾を仕掛けた場所は観覧車よ。警察に連絡して爆弾処理班を呼んでもらったわ。でもここって離島でしょ。到着するにはまだまだ時間がかかりそうよ。観覧車にはこれ以上人を乗せないように頼んだけれど、その爆弾、時限爆弾ではないみたいなの。起爆装置には携帯電話が使われていて、その携帯の番号を鳴らすと爆発する仕組みらしいわ。番号を知っているのはメンバーだけ。ヤマトさんとザップはもう警察に見張られているから何もできないけれど。ごめん、また後で連絡するから。大変申し訳ありません。観覧車の動作点検を行いますので、本日は終了させていただいております。すみません。僕の友達が乗ってるかもしれないんです。あなたは、宮子様の。宮子さん、立花さんを見ませんでしたか？観覧車に行くと言ったきり連絡がなくて。宮子様が？忍に聞きました。ここに爆弾が仕掛けられていることを。やっほー、今下にいるでしょう。やっぱり高いところからだと下の様子がよく見えるわね。立花さん、立花さん、今どの辺にいるの？ちょうどてっぺんのあたりよ。それよりさ、さっきからなんか下の様子がおかしいんだけど、どうかしたの？
落ち着いて聞いてくれるかな。ジャングルで死んでいた秋田涼介のリュックに入っていた遺書の内容覚えてる？遺書の内容？大勢の人を傷つけたので死んでお詫びしますだっけ？よく思い出してほしいんだ。彼らが最初に起こした公園の爆破事件では怪我人なんて一人もいないんだよ。どういうこと？めぐるさん、大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっと肩を打っただけですから。ここは危険です。離れましょう。だけど立花さんが。あ、橘さん、僕は大丈夫。なんか観覧車止まっちゃったみたいなんだけど。あのさ、橘さん、落ち着いて聞いてほしいんだけど、今制御室が爆破されたんだ。犯人の本当の目的は観覧車を爆破することだったんだよ。嘘。橘さん、何？もしかしたら今のは本気でここを爆破するという脅しで、本番用の爆弾は他にあるのかもしれない。また爆発が起きるってこと？そう、それももっと威力があるものかもしれない。それこそこの観覧車が倒れるくらいの。この観覧車が？だけど、僕が…なんとかしてくれるのよね。え？信じていいんでしょ、めぐるくんを。立花さん…橘さん、爆弾は必ず僕が見つけ出す。絶対にここを爆破なんてさせないよ。めぐるくんは？だから橘さんは無理に動かずにそこでじっとしておいてよ。わかった、昼寝でもして待ってるわ。
めぐるさん、何をしているんですか。ここは危険ですから、あとは警察に任せてください。でも橘さんに約束したんです。絶対に爆弾を見つけるって。僕だけのんびりなんてしてられません。そうは言われましても。あ、待ってください。めぐるさん、危険ですから降りてください。めぐるさん、どこに爆弾が？まさか、あれが爆弾なんじゃ。ということは、橘さんから見える場所に犯人はいるかもしれない。あ、めぐるくん、何か進展があったの？橘さん、そこから何が見える？え、どうしたの？いいから早く。ちょっと待ってよ。大勢の人が出口の方に向かって誘導されていくのが見えるわ。遊園地の北側にはもう人が全然見当たら、あ、一人いた。え、どこに？プールエリアの前よ。あと、もう一人発見したわ。もう一人はお城の前にある湖のそばに立ってるわ。遊園地の北側にいる一般客はその二人だけ見た。他に人影は見えないんだね。一般客っぽい人はその二人だけよ。警官とか係員っぽい人なら他にも何人か見えるけど。わかった、ありがとう。めぐるくん。え、何？無茶はしないでね。私は平気だから。うん、わかったよ。そんなところで何をしているの？めぐるくん、あなたこそ何をしに来たの？君を止めに来たんだよ、みやび。何を言ってるの？みやびはジャングルパークで死んでいたんじゃないの？違う、あそこで死んでいたのはカイだ。もうすべてわかってるんだよ。じゃあ
あなたは私が二人を殺したっていうの？証拠はあるんですか？どうしてずっと黙ってるの？あの時は気づかなかったけど、君はシルバーの死体が発見された後、石で殴られたって言ったよね。ええ、言ったわ。現場には斧やハンマーなどいかにも凶器めいたものがあった。なのに君は迷わず石が凶器だと断定した。何なんです？ただ死体の一番近くにあったからそう思っただけです。じゃあ聞くけれど、君は何時にここへ入場したの？11時ちょっと前です。待ち合わせ時間は11時だったから。これ見てくれるかな？これがどうかしたの？私があなたにあげた写真じゃない。そうだよ。でもね、ここに意外なものが写っていたんだ。何ですか？観覧車が写ってるだけじゃ。この写真の隅にからくり時計も写ってるんだよ。だから何なんですか？このからくり時計壊れたんだ、9時過ぎにね。確か君は今ここへ11時に入場したと言った。でもこのからくり時計が動いていたのは9時から10分くらいの間だけ。なのにどうしてこの画像が撮れたのかな？君は待ち合わせ時間前に入場して本当の会秋田亮介と会った。そして彼を殺してからは君が怪になりすました。そのことに気がついたシルバーも、君は幽霊屋敷で殺してしまった。今回のオフ会に雅と名乗って参加していた人物はハッカーで、実は本当のメンバーじゃなかった。怪になりすまし、そして今なお観覧車を爆破しようとしている今回の事件の企画者、それが君だよ、雅。そう、お察しの通り、私がみやびよ。だって、しょうがなかったのよ。帰ってば1ヶ月前はあんなに乗り気だったのに、ギリギリになって渋るんだから。
昨日、私とカイが二人だけでチャットルームにいたの。他の三人は今日の準備があるからって、早めにいなくなっちゃってさ。二人きりになったら突然、カイが仕掛けるならもっと人の少ない場所にしようって言い出したの。私はどうしても観覧車に仕掛けたかったのに、帰ったら全然折れてくれなかったから、じゃあ私たちだけで事前に合流して話し合おうってことになったの。どうして観覧車を？人の少ないジャングルパークで彼を説得しようとしたんだけど、観覧車に仕掛けるなら爆弾を渡さないって言い出しちゃったの。私は彼のリュックを奪い取って、彼が爆弾を隠したロッカーの鍵をその中から取り出したわ。カイはそれを取り返そうと手を伸ばしたの。私はそれを振り払っただけなのにさ。彼はバランスを崩して真っ逆さまに下へと落ちていったわ。展望台の下へね。その後はあなたが思っている通りよ。ストラップを交換し、急いで書いた衣装をリュックの中に入れて彼の遺体の近くに落としたわ。殺すつもりはなかったのよ。だって爆弾を作れるのは彼だけだから。仕方がないから私がカイのふりをして合流することにしたの。だけどまさか自分を名乗る人が現れるなんて思わなかったわ。彼のおかげで計画は台無しよ。シルバーを殺したのは君がカイではないことがバレたから。私あなたに送る前に彼に見せてしまったのよ、あのからくり時計の写真をね。自由時間の時話したいことがあると彼に言われて、二人でゴーストラビリンスに入ったの。彼、私に全く爆弾作りの知識がないのを知って、私が本当のカイでないことに気づいたみたい。カイの口調や雰囲気を真似することはできても、そればかりは私もお手上げよ。私は彼に全部説明したの。私が雅で、本物のカイは死んじゃったことをね。カイが死んだと聞いて、彼すっかり怯えちゃってさ。警察に自首するって言い始めたの。そんなことされたら、せっかくカイに全ての罪をかぶってもらおうと思った私の計画が台無しになっちゃうわ。私とっさに幽霊屋敷の中にも爆弾を仕掛けたって嘘をついたの。そして彼を井戸のある部屋のところまで案内したわ。あの部屋の中のどこかに爆弾を仕掛けたって言ったら、彼は隙だらけの格好で爆弾を探し始めたの。私はその場にあった石で彼を殴ったわ。なんてこと。顔色が悪いわよ、めぐるくん。さてと、これで私の長話はおしまい。あとはあれが爆発するのを見届ければ私の計画は終了よ。そんなことして何になる。もう君の犯行は全てバレてしまったし、ここに証拠の写真だってある。これ以上罪を重ねてどうするのさ。犯行がバレた？今言ったことは全部嘘よ。嘘？そう、嘘になるのよ。あなたの携帯の中に入っている写真さえなければね。あなたの大事な人を守りたければ、その携帯を湖の中に捨てなさい。そうすれば、観覧車を爆破するのをやめてあげるわ。
雅、君って人は。いつまでも待ってなんてあげないわよ。自由数える間に彼女を取るか証拠を取るか決めてちょうだい。10 9 8 7。6 5 4 3。2 1。そんなに彼女のことが大事なの？だけどごめんなさいね。私にとっても大事なことなのよ。あれを爆破することは。ちょっと待ってよ、僕の携帯を捨てれば観覧車は爆破しないって。バカな人ね。殺人者の言うことなんて信じるからいけないのよ。やめろ。ものなんてみんな壊れてしまえばいいのよ。このワトソン君適性診断よ。さーて、今回は一体どんな結果になるのかしら。それじゃあ早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。まあ普通ってとこかしら。次は判断力の評価よ。まだ希望は残ってるわ。大して評価が伸びなかったわね。それじゃあ最終評価に移りましょうか。あなたのワトソン君適性はどの程度かしら。まあいるだけマシって感じの助手ね。でもいつまでもこのままじゃ見切りをつけちゃうかもしれないわよ。あなたは決断力に若干難がありそうね。でも決断力の向上はそう難しいことじゃないわ。うだうだせずにすっぱり答えを出せばいいだけ。今後の将来性に期待しておくわ。それはそうと、あなたには地道に何かを調査するという基本的な心得がないよね。調査をおろそかにすると次も同じ結果にたどり着いちゃうわよ。まあ何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね。バイバイ。